知らせがあるよ。酒井様。策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。叔父上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。今度が襲われることはない。どうどう、怖がるな。仲良くしよう。名前は何にする？空、天をもかけよう。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。叔父上、神、何をしておる？ああ、夕餉の魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら私は捨てられますか？神、よれ。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。手側には物見はおらん。また冷たくなった。どうかご用心を。坊さん大が目を光らせています。身を殺せば化け物になり下がったと示すだけ。志村さんは自分の資格で演説される。士気を高めるためだ。いよいよハーンと刃を交える時か。何か聞こえたぞ。見に行く。何か音がしたか。忘れろ。今音がしたぞ。調べる。俺の獲物だ。
息を吐き、それから見るのだ。すまねえ、お侍のようにはできねえや。いかがなさいました？近くに行くのすべて改めて。荷が改められるまで待つか。怪しいものはないな。とっておいて。ありがとうございます。一体何だってんだよ。用心を重ねてらっしゃるんだ。菅笠衆のことがあったからな。誰も信用できないんだろう。だけど俺らは秋人だ。侍じゃねえ。絹売りの荒太郎、覚えてるか。あいつ、クロードの毒を手に入れて止めに持ったらしい。唯一の商売がたきだったからな。トメもかわいそうに口から血を吐いて死んだらしいぞ。だから荷を調べられ、中身が何かわからない。志村様を裏切るわけないのによ。俺もさ、だけど今は我慢しなきゃな。叔父上の座敷に入り、文を残していかねば。蹴取られてはならん。お前と劇を飛ばしたかった。陣、恨むぞ。
これ以上探しても無駄だ。目指すは最上階。今なら忍び込める。何かいるぞ。ああ、そうかい。気のせいだ。無駄骨だったな。何もないな。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも酒井、いえ、クロード目の仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし、あっちから音がした。調べる。お目に留まりそうなところに。出会え。おじ上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何卒ご加勢よ。そしてまたまみえんことを。父とことは申さぬまでも、歩む道をたがえた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも、身内には変わりませぬ。